はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やーてぐですね。さあ、やってまいりました。今回ですね、リクエストとしては、非常に多いんでございます。えないぷんちゃんたちがですね、バイトミーのニキくんの作られたダンスパートをですね、今回ちょっとここに限定して、ダンスの解説をしていきたいなというふうに思っているところでございます。いろいろまあ、ご意見いただいておりまして、まあ、ダンス解説ちょっと全部はね、っていうところの話とか、まあ、いろいろあったりとかするので、まあ、今回、初めてニキくんがその振り付けに携わられてというところでの、そのニキくんの編み出した振り付けって、どうなんですかっていうところをですね、実際にお話ししていきたいなというところでございます。ということで収録ボタンをフォイということで、結論から申し上げますとめちゃくちゃやばいです。びっくりですね。本当に独創性みたいな部分と世界観、歌詞の内容、そしてその振り付けというその与えられたその尺におけるエッセンスの盛り込み方がもう天才的すぎて、なんでしょう。普通に振り付け師っていうその仕事みたいなのも全然多分本当になんかすごいものが出てくるんだろうなっていうのも見てて分かりましたね。そのぐらい振り付け師としてのセンスというか技術の高さみたいなものももう素晴らしいというかズバ抜けてるというか、いや、これちょっとみたいな、そういう、だから振り付け作れる人が、やっぱチームの中にいるってなると、ちょっとね、そのニキくんという選択肢が今後も、こう、垣間見えてくるんじゃないかな、なんていうふうに思ったりとかもしているところでございます。ということで、見ていきたいと思います。速度を少し落として見ていきたいところでございますかね。音もちょっと大きすぎるとあれなので。で、ソンフンくんがセンターに来るというところの2番のサビでちょっとやっていきたいなというふうに思っておりまして、ソンフンくんがね、またいいダンスしてるんでございますよということで、まずこの一発目の部分でここ手を合わせるっていうところから始まってるんですよね。タラララララタラッタっていうところの風になってるので、曲の始まりで言うとサビが始まるよりもちょっと前から手を合わせてぐるっと回ってきて手をこれを前に持ってきて Come here っていう風にやっていくっていうところなので、少し早めにサビに入るんですよ。ダンスのところにサビの前のところからもかぶせ気味にパンっていうところを取りに行くっていう、やはりその入るタイミングのうまさみたいな、大縄でいうところのはいはいはいっていうところのしっかりいいタイミングで入れるよねっていうところがまずあるかなっていうふうに思います。この入り方がめちゃくちゃうまくて、で、Come here っていうところのここからが実際のその音の始まりなんですよね、サビの。なんですけども、パーンっていうところのその弾ける音っていうところにしっかりアンテナを張って取った後に、この手をそのまま下ろすんじゃなくてちょっと回してくるっていうところの音の聞き方ですね。もうこれがまずめちゃくちゃうまいというか、タラララララパーンっていうそのパーンってこう弾ける音の部分をパーンじゃなくてパーンっていう風にその音のこの放物線をここで多分こう取ってるんですよね。で、あとは真下に下ろすんじゃなくてちょっとこういう風に円を描くことによって顔のこの元にちゃんと持ってこれるっていうこの感じがすごくうまいんですよ。今回のこのバイトミーという楽曲のダンスにおけるニキくんパートのところでとりわけめちゃくちゃうまいなって思ったのが顔の角度なんですよ。振り付けにおける顔の角度が全部めちゃめちゃかっこいいところで来るように全部これ多分計算されてると思います。そのぐらい抜群なんですよ。この手を合わせてからぐるっと回してくることによってここにスペースができるじゃないですか。ここの部分回してくるところですでにもうかっこよくてカチッてはまった時にもかっこいいっていうところなので、横顔を見せるためにもちゃんとここ回してきてるのかななんていう風に思ったりとかで、ここから手をグッて持ってきて Come here って言ってその歌詞的にも呼んでるじゃないですか。こっちに来てっていう歌詞の内容について、その指2本でチュイチュイっていう風に呼びに行くところのこのかっこよさですね。なんともこれがね、また手の付け方と、これも全部じゃなくて2本で呼ぶところと、そこに顔がくってこうつくところのこの呼び方がめちゃくちゃこれかっこいいんですよ。はーと。で、このあたりとかもな、シルエットにもこだわってるんだろうなっていう風に感じるのは、この肘の高さですね。
このぐらいやっぱりこう上げてく、左の肘がすごく上がって高いところにあるので、その腕周りが上半身のすごいアップサイドのところでこうついてくるんですよね。なのでこれまたかっこいいよねっていう、この手の添え方が顔にこう添える形になって右手を前に出していくっていう、この形ですね。ちょっと私まだかっこよくないんだけども、っていうところがやっぱりシルエットとして美しいものを求めに行ってるっていうところがまずあって、でこのサムの部分ですね、サムの部分でパキンっていう風に首をバキって折るんですよ。このアクセントの取り方がめちゃくちゃ秀逸なのと、Come here and get some だったかな、歌詞が。なのでそのゲットサムなんですよね。この、僕のこの、ここ、持ってってか、ちょっと歌詞の内容、そこまで、英語の歌詞なので、ちょっとニュアンスになっちゃうんですけども、さあ、みたいな。さあ、持ってって、みたいな、その、全身、腕を開いていくところ、ちょっとここも、なんでしょうね、十字架っぽいんじゃないんですけれども、少しね、差し出してる感じがあるんですよね。そう、ゲットサムって言ってるので。で、パーンっていうところのこのアクセントを首元でカチッって取りに行くところのこのかっこよさと、足でちゃんとその時に踏んでるっていうところです。足元の踏みと首のカチンっていうこの傾けが一緒になってくるので、ここが一気にバチンっていう風にはまると、ちょっと後ろにのけぞってからカッっていう風に取りに行くところのこの首の質感、硬さっていうところへのこだわり、これはもうね抜群なんですよね。で、次ですね、マイネックの部分でございますけれども、ここやばいのが、ダンダンダダンっていう風に、ちょっとこう、ノリ感というか、グルーヴ感で見せに行くんですよ。この時のソンフン君めちゃくちゃやばいんですけども、この、ちょっと腕をグンって回しながらこう乗ってってる感じあるじゃないですか。一番センターの方は腕を組みます。で、その後ろの方たちは手をこうやって回していくっていう風に、ちょっと振り付けも差が出てきてるっていうところの、この細かいディティールの面白さっていうところもそうですし、このソンフン君とか回してった時のこの、うねりの軌道で、体がグッて後ろに下がると同時に膝が上がってくるんですよ。で、膝が上がったところに左手を置いて、その左手で左のこの膝をグッと押し付けると同時に、マイネックっていうところで、だん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 、顔が一緒に上がってくるんですね。顔が上がるタイミングと足が下がるタイミングが、一緒になってまして、で上がったタイミングで左手で足をグッて押したので、押したこの手で今度はマイネックを取りに行く、 1,2,3,4 っていう風に取りに行く。でここも僕の首っていう歌詞じゃないですか。でヴァンパイアコンセプトじゃないですか。だからやっぱりそのマイネックっていう首っていうワードがすごくエナイプンちゃんたちにとって大事になってくるんですよね。コンセプチュアルなポイントになっていて、首元をどういう風に扱っていくのかっていうのが結構エナイプンちゃんたちのダンスコンセプトにおいて大事なポイントになってるんですよ、っていうところに対して 1,2,3,4 っていう風にこの2本の指で取りに行く、この振り付けは素晴らしすぎて、楽曲だったりとかコンセプトの理解度みたいなものの高さ、理解力の高さと、それをじゃあ今度はコンテンツとしてエンターテインメントとして、そしてアートとしてどういう風にここダンスでかっこよく見せていくっていうところのマイネークっていう部分を、マイネークでもなくマイネークっていう風にビート刻んでるんです。タントントントンっていう風にここで音感じてリズム感じてるっていうところがやばくて、マイネーっていう風にこう なんですかね、こう伸ばしていく、声だったらマイネーってなると思うんですけれども、そこをあえて 1,2,3,4 っていう風にリズム刻んでるのがやばいんですよ。マジかーっていうところですね。なのでこの後にななななな。っていう風に今度伸ばしの部分が入るじゃないですか。首元に対してここで次はちょっとこうしっとりと首元を2個取りに行くじゃないですか。なので多分ここポイントで 1,2,3,4 っていう風にリズムで取ってんのかなーなんていう風に思ったりもしています。ただこのあたりもその首を使ったダンスっていうところ、首を示すダンスになっているところでございまして、ニュアンス的にここ移動してるじゃないですか。
その移動のタイミングに合わせて、その触ってった首元で、もう一個深いところに到達しに行くんですよ。グッっていう風に。で、その後に、運命だったかな、運命っていうワードもあるので、上げたところから今度下げに行くっていう、この運命っていうところをこの首筋で取りに行くっていうところのこのセンスもですね、与えられた楽曲と与えられたコンセプト、存在するコンセプトっていうところをしっかりと取っていきつつも、ダンスとしてかっこよく見えるラインっていうところを全部取りに行ってるんですよ。首元で。首でこんなににもバリエーション取れるんだっていうところのもう驚きでしかなくて。マイネックの部分で首をこう当てていくところのこの表情ですよね。ここもめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。で、トン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 っていう風に手元が右側から左側に来るにつれて顔の角度もぐーって変わっていくんですよ。そうするとこの角度がめちゃめちゃまたかっこいいじゃないですか。で、このかっこいいところにまた手がグッっていう風に入っていくと、ちょっとまた雰囲気変わりますよね。この顔のあたりのね。で、今顔がちょっと上がった状態で、もう一回顔上げていきながら、スパーンっていう風に、その自分の体に手を沿わせていく、このセクシー感。で、come over の部分で手をグッと描いて上げてきて、クックックっていう風にまた呼んでいくところ。全部基本的にやっぱりこの指の2本で呼ぶっていうところがポイントになってきてるわけでございまして、で come over っていうところで呼んでるポイント、 come here とかことこれ繋がってるんですよね。で come over でもまた呼んで、で my neck の部分で先ほどは触っていたのは右側、あ左側の首をこう触ってるじゃないですか。で今度は右側の首に対してグっていうところで bite me っていうところで首を噛むっていうところにこういう風にグって右手で持っていきます。深く入って、でこの後にこの bite me の右手をそのまんま前にグって出して掴んでいくんですよ。 bite me っていうところで、この噛んでっていうところのこの右手が続いてるんですね。ダンスがずっとグッてきて掴む、でその bite me の部分で掴むと同時に首のこれロールが入ります。左側からかな、ぐるって回してきてそのまんまリズムに入っていくんですよ。この come here っていうところで今度はちょっとみんなでこう前に進軍していく感じ、おいでよって言いながらみんなでグッ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 っていう風に乗ってくる、この感じがまためちゃめちゃかっこいいじゃないですか。ちょっと最初のカーダンダンダンっていうこの単発的な動きと違って今度は流れでこう見せていくところになってますよね。最初のサビの部分と次の部分のこのセクションで、ダンスのニュアンスが変わってきてるんですよ。硬く取るところから、今度は滑らかに取るところっていう風に、雰囲気を変えていらっしゃる。なんだけれども、この指先の形って一緒なんですよね。これもまたすごいところっていう風に思っちゃう部分と、ちゃんとそのサビの1個目のセクションの終わりの部分をうまくつなげてってそのまま乗ってってるっていうところです。本当に繋げ方もめちゃくちゃうまいですし、ルールの中でどうやって踊っていくのかっていうところのこの指先っていうところ、ちゃんとだから今回のバイトミーっていうダンスでこの手元をキーポイントとしようとか首元をキーポイントとしようっていう風に考えて作られてるんですよね。マジでこれがそこをちゃんと考えてこんなにかっこいいもの作れるなんてっていう、本当にもう世界トップクラスの振付師さんが作りましたっていうものの内容にもう等しいクオリティなんですよ。もうここまで喋れるっていうことはそういうことなんですよね。なんとなく作ったとかじゃなくて、ちゃんともう見たらわかるんですよ。考えて作ってるっていうのと、それがまたかっこよくなってるっていうところ。オーマイガーシュですよね、本当にね。で、からの、グッグッグッって乗った後に、今度は顔の位置をブン、ブンブンかな?ブン。右側に振って、上げて、一個下下がって、また首元触ってから、サイドキックって顔元から首元からこの上にかけてこの手を沿わせていくっていう。で、この手の沿わせ方って僕、この手の当て方って右手で右の頬を触ってるじゃないですか。これ思ったんですよね。
もしかしたら自分の手じゃなくて相手の手、もしくは相手の手が自分の顔を触ってる、もしくは自分の手が相手の顔を触ってるっていうサイドキックっていうここ単語になってるんですけど、サイドキックってまあ相方っていう意味なんですよ。自分の相手に対してのワードなんですよ。ってなった時のサイドキックって言いながら手をこう顔に沿わせていくっていうのは、これ誰かの手が自分の顔を沿わせてるのか、自分が誰かの顔に沿わせに行ってるのかっていう、そういうストーリーもなってんのかなって思ってて、ちょっと今までその顔を触ってきた部分と雰囲気が違うんですよ、ここは。っていうの分かります？っていう想像ができちゃうんですよね。歌詞とリンクさせてみるとっていうところがめちゃくちゃ面白くて。で、ここ、ウンミョンの部分なので、さっきとノリ感は一緒になりますかね。向きが変わってるかな？さっきのところ。さっきはこっちから行って、右側でこうやってたのを、今度は左側で取っていって、左側で沿わせていくっていうところで、上下をつけていくっていうところと、サビの中にも、音の取り方を繰り返していく、もう一回向きを変えてやっていくっていうところの、そのダンス的な、一つのルールじゃないですけれども、組み立て方っていうところもしっかりとベースとしてあるので、じゃあ今度次ここの振り付け向きを変えてやっていこうっていうのがここでうまく取れてるっていうところになるのかなっていうふうに思います。で、come over っていうところもこれ手を変えて差し出してクックっていう風に乗せていくというところになります。ちょっとこれ以上は進めないというところにはなりますので、今の内容を踏まえてちょっともう一回ですね、じっくり見ていきたいなというところでございます。こんなに完璧な尺なんですよ、ここって。本当に Say me、 ここですね、手を合わせるところから回していくところですね。この前にちょっと持ってくるところですね、顔の角度と手の角度ですね、アクセントですね。アクセントとこの踏み込みですね。マイネークの部分のこのノリ感、ノリ感つなげてって、このグルーヴ感がそのまま足に来て、その足を置きながらマイネークっていう風に体を上げていきながらと、このカンタンタンタンっていうところで首元でこう触っていく、このリズム感の手元、首元のマイネーク、伸ばしていって移動して、体を沿わせていく運命の部分。 Come over me bite me で噛んでって言った後に、噛んでカーンの部分のこのつなげですね、首のロールつなげて前に乗っていくところ、顔を振ってあげて、まあ、サイキック。あ、ちなみにここの部分とかってめちゃくちゃエナイプンちゃんたち風の顔の切り方なんですよ。顔にアクセントをつけて踊っていくっていうのがすごく多いんですよね、エナイプンちゃんたち。だからそのシャープさというかかっこよさ、シャープなアクセントっていうのが見えやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そのあたりもやっぱりその体の向きを反転させていくっていうところに対してこういうで、自分のその顔を触っていくっていうところのセクシー感がちゃんとこう出てきてからの、こういう風に撮っていくっていうところになるわけでございますね。首の沿わせ方、体の向きも反転させていきます。うんみょんで come over my neck というところでございます。いかがでしたでしょうかということで、こうやってじっくりじっくり見ていただくとすごく計算されているんだなっていうところが見えてくると思いますし、音楽番組とか見ていただくとわかるんですけども、カメラさんが寄った時にその今歌ってる人、メインでセンターにいる人を抜いた時にめちゃめちゃこれまた映えるっていうところがあるんですよ。常に顔の近くに手元があって、その手元が決まってるっていうところとか、首の近くにこう手元があるので、めちゃくちゃこれカメラさん寄りやすいっていうのがあります。なので、音楽番組のカメラワークとか見ていただくと、余計にこのあたりとか、あ、ニキ君はどうしてこの手元を顔の近くにこうやってたくさん持ってきてるんだろうかっていうのもわかると思います。そのぐらいめちゃめちゃ映像映えするっていうところの角度も踏まえて作られているっていうところになるので、本当にプロの
振付師さんが作りましたっていう内容にもふさわしいというか、ですし、やっぱりニキ君ならではの音の取り方だったりとか、そのグルーヴ感みたいなものとか、いや、これだから本当にリズムで取るところ、アクセントで取るところ、グルーヴで取るところ、角度で取るところ、伸びで取るところっていう、あらゆるエッセンスが一気にここ詰まってるんですよ。本当に天才的な振り付けだなっていうふうに思うので、ますますニキ君コレオグラフを見てみたいっていう風に思うところがあります。だし、メンバーの方たちもちょっとこう踊っていて特別な気持ちになれるんじゃないかなっていう風に思うところもあるので、ニキ君が作ったんだったらやっぱね、ちょっとこう気持ちも入るよねじゃないですけれども、ますますエナイプンちゃんたちの可能性と、本当にこれめちゃめちゃかっこいいダンスなので、僕も結構こう踊りながら踊っていただくとね、またこれわかるんですよ。やべえっていう、あーな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 ー、うわ、ここでこうやって繋がんのみたいな。気持ちいいみたいな、そう、踊っていただくと分かります。気持ちいいんですよ。すっごい綺麗に繋がっていくその様が、踊ってて、うわ、何これってなっていきます、どんどん。うわ、何これってなっていくので、ぜひ、今回ね、綺麗に踊れるとか、うまく踊れるとか全然なくていいので、思わずちょっと真似してみていただきたいなっていうふうに思います。こういうところとか。はい。そうすると、ニキ君の凄さっていうのもまた、より近くで感じられるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひぜひやってみてください。ということで、現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、着いた。